プロだからやっぱりやられちゃいけないわけですよ。はい、持ってください、はい、やりますよじゃなくて、ここにいたらやられちゃうから、来たらね、来たらって言うから。で、まあ、で、まあ、リラックス。リラックスしないと次来ちゃうから。だから、彼女が来た線を外して、いつも来たんですよ。で、彼女が追っかけてきたら、ずっと追っかけてきて、ずっと追っかけて、こういう形で、こういう形で、さっともう、だもうちょっとは彼女来ないために、こういう形で。どうなるのかの声が出ちゃう。そういう、こう、来た人を、こう、思わせばいい。で、他の人は、他の人は、普通されちゃって、こう、後ろ回って、こう、ちょっと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 、こういうふうに2つやったら僕はもうこの両手塞がっちゃって彼の蹴りとかボコボコにやられちゃう。だからもろ手やるときもちゃんと彼のね、彼の重心向かってこの手は重心向かって防御を抑えていくでしょ。でこのままだったらこのままもろ手もらってもろ手になってそれで片手外してボールとか片手外してボールとかこっちから後ろ行くとかいろんなことを考えられるわけで、そのためにもろ手が途中あるわけで、こう来てこのまま待ってたらね、僕は多分こうやって終わり。このまま待ってる人はいないから、絶対に受ける人も。だから何かやるんですよね。だから、あ、受ける人や、この人だ。こうやって行ったら何か彼が来て、で、こう振るのさえ、動いちゃいらないよ。だから、何かやってきて、あ、動いちゃいらないよってこう押さえる。最初は片手でこう押さえてきたんだけど彼が動いてきてよいしょそれでもなんか変わってポンとやるとかね、片手でこう押さえてもしくは押さえてきてでこの手がこっち例えばこう攻めてきたからこの手を押すそういう形ですよね。いずれにしてもこっちから行くかこっちから行くか分かんないけどいずれにしてもこっち受けの人はこっちから行くんだったらやりに行くというこっちから行くんだったら何かやりに行ってそういう状態これを彼が動いて、まあ、転換から転換するんだったらこう転換両手もちろん転換だからそこをみんな指導してる人も忘れちゃってるのかもしれないんだけど何しろ物手取りって言ったらはい物手ってはいスタートやってるからねだからその辺のところをちゃんと特に自分の道場で指導してる人たちは物手取りのそのなんで物手取りになるのかはちゃんと後輩に伝えてもらいたいなと思うんですけど大体こうやって両手でこうやってなありえないから、ね、片手を持ってきてなんかやってるところがこう来たからこう来たからほら例えばこうなるで転換するまあそういう話だからじゃあもろ手でちょっとその辺意識して取りに来てそれを転換する転換、まあ、いいのか、まあ、それで転換をして、こう、ね、転換行っちゃえばよって、転換行かないようにこう。で、もし転換が変だったら、なんかね、こう、状態、そういう形で、なんか、もろ手で、でも、両手でもいいんだけど、両手で、なんか、両手で、なんか、こう、片手で持ってきてるっていうね。で、こう出てきて、たら、まあいいや、何しろそういう話だから、じゃその辺ちょっと理解して、ちょっと転換やりましょう、持ってね。どうしてもこう持ってきてね、こう来て、変わるんじゃない、変わって、下を、こう回したら、ここだけね、こう変わって、そう、したらここに、こうなる、この辺、投げようとすると難しいよ、無理だね、この腰、この板。寄り所欲しいから片手来るでしょこの寄り所欲しいから寄り所自分から向こう行っちゃうだから向こう行っちゃう、はい、だから彼は来てねよりこうほらこっち出してんだからこの寄り所じゃないのこの寄り所自分の寄り所
余量が欲しいと大きさが詰まっちゃう。じゃなくて余量の何分ほら仕立てが来てこうやればほら仕立てくるから労働して出してるどんどん伸ばしてる相手連れて行っちゃダメ余量欲しいからだからこの時点で余量に悩みませんよって言ってきたわけですよ。もうちょっとやりましょう。が片手持たせて、ね、で向こう下向こう投げたいんだけどここに下ろしましょう。向こうじゃなくて片手持ってきて向こう投げたいでもここに下ろしましょう。それで話して今度下やったんですけど今度上行きましょう。片手持ってきて上やるまっすぐやなで、こっちから帰る。怒らない。向こうへ。最悪なのは、こうやって酔いどころもらって、酔いどころ欲しいよ。こうやって入っちゃうのが一番最悪。まあ、下の射程って難しいことやってますけど、ね、こう、変わってみれば、こうなりますね。同じですよ。ここ中心のプロペラ。ここが中心のプロペラ。こっちが入る、こっちが。こういう感じで、こういう感じで、別に力を持ちしてないので、こういうふうに回して、こう、こう、力が持って、こちら側ではこういうふうに、まっすぐ、これ、ね、片手持たせて、持ってる、こう、こうなって、まっすぐ、こう、こういう感じで、いろいろやってみましょうか。じゃあ、上に飛んで、こうやって。入らなければ、もしくは覚えてる。じゃあこれでしょ。こうね、こうって今下回したんですよね。じゃあ今上ですよね。今度は下から上に。同じだから。今度は下やってるね。あの意識が先行してるね。下やるときは下やろうと思ってる意識が強い。今度上下やるのは片手持ちました、こっち持ちました、下じゃなくて下やめたって上上って普通はここで付き合う必要はないのこれ。ぶるさがってきてもね上げなきゃ付き合わない。でこうこう変わってくるとほら別にぶるさがって帰っても自由に動けますから、ぶるさがってこの上げると難しい。だからこうこういう感じ。ぶるさがられてもいいよ、ぶるさがってきてもいいよ、ぶるさがってたら下からね。これはなしだから相手に応じてやる。じゃあ上下いつもこれがやってないやめるかいかないぞこれやめるかいかないぞ付き合いすぎ相手してくるで例えばパッと引っ張ってくるこんなの付き合ってる気にしたいの持ってきたの付き合いたくなかったら知らねえよって言うんだよね。こうやって付き合ってるこなちゃんこなちゃんこなちゃん付き合ってるのこれ付き合わない全然付き合ってないの、はい、付き合いたくないの、そういう意識じゃないと同じ人と言う付き合えよっていうそういうパパパパパあるかもしれないけどそれに付き合ってたら大変だから関係ないの付き合わない全然付き合ってないんだよね。終わっちゃったら付き合ってないの終わらせてどういうふうになったらやってほしい。そういう意識でやってほしいんですよ。あんまり相手に付き合って相手をね、動かないと
みんなこういう練習してるのかもしれない。付き合ってる人もいるし、付き合わないでもしない。関係ないだろ。関係ない。こういう話。じゃあ言った話。赤は付き合わない。練習いろいろできるね。付き合わない。付き合わないでこういうとこ自由に動かして正常性外れないように基本はそれしかない。正常性外れちゃうとダメだから正常性を上下して腰を自由に足を自由にもうそれしかないんですよ。あとは付き合わない。いくらこうやってやってもお付き合いしてるとぶつかっちゃう。相手と反してた自分の意識と彼は抑えたいと思う、僕のことを抑えたいと思ってて、僕はそれに付き合わないで関係ないよって、そういうつもりでやってない。だから、あとは足、おへそ、正中線、もうそれだけ。正中線、付き合わない、足自由。で、僕はあんまり品川さんじゃないけど、細かいことって、ここね、難しいことは分かんない。だから、勝手にやってみる。勝手に。勝手にやってるの彼全然勝手にやってるの彼全然パンクしたの付き合ってないから付き合ってないよ。それ少し自由にやりましょうね。付き合わない練習ですから付き合わないで成長する。まあ、終点ですから終点だったら買わなきゃいけない。終点だったら次が終点だったら違う線路。行き止まりだから線そこからレールが終点の終点状態でみんな終点状態でそれ以上やろうとしてたら終点だったら切り替えないとダメだね。終点だったら終点だったら終点だったら何か違うこと考えてそういうことをやらないと終点だっての気づかないといつまでレールがないのにギュースかギュースかそこでやるやり続けちゃうからすごくいいなと思うんですね。終点で終点を築いてその変わるその来たんだ例えば見ついた必ず終点ありますけど必ず失敗してあいかみややり続けたら力でやることになっちゃう。だから変わってなこの時には焦らないで終点だと思えばねそんな焦らないで終点だから、乗り換えなきゃ終点だから、バックしてこっちとか、ほとんど終点だから、ほとんど戻して、そういうのを届いてきて、なんかやり込みました、終点です、やめました、で、こう、注意、違うこと、なんでもいい、終点、なんでか、なんでもいきますね、そうするとね、終わったりして、はぁ。じゃあちょっとその終点っていうことをちょっと頭に入れて少し言ってみましょう。あと反撃がいつでも来るんですよ。あの反撃はこの手でもねこの手はいつでも外せる手なの。だから持たれたのを安心してちゃダメ。こうやってさばいていってこれ来るんだよね。だからいつもこう来るんだってことを分かってないとダメ。ここ来たら上に来たんだ。だから必ずこの両手が塞がってるように来た時はやられちゃうってそういうふうにやってもらえる。終点も大事なんだけどその空いた手、もろ手、両手どっちでもそうですけどどっちの手も離せる状態にしちゃいけないってこといつも繋がってだからちゃんと持ってるとかちゃんと持ってる何しろ持ってるって言うんだよね。君がね家の人に言ったって言って家の人は切れないんだって話だよね。じゃ切れちゃうようになっちゃうとダメなんですよね。まあいいそういう話な。要はさこのいつでもこれ話せるっていうことを理解してないと分かってない。だからさっき品川さんに言ったのこうねこう書くんだろこの手話せないこれ話したらやられたわどっちか話したいんだけどいつもこれ話していいよでもやられちゃうんだよそういう状態にしておきたいわけだから持っていざるを得ない持っていざ持たなかったらやられちゃう
話して攻撃したかったらやられちゃう。その辺を理解して、なんか人の技、何か思いつかないな。思いつかないから困ったね。だから、こう言って、こうやったらやられちゃうの。もっと戻ってこう。こうやったらやられちゃうの。簡単に話してもらう。だから、そういうことです。だから、いつもこれ、戻って、いつも、離れてないと、手触りないと、そういう状態です。何が言うか、頭がずっと分かんないから、準備してないから、自由にやって、その辺を意識して、そこからね、やりましょう。どうぞ、やりましょう。要は、リラックスして、自分がまっすぐで、足が自由に動いて、これ彼の攻撃が来ないと、場所を探して、で、自分がこう、入ってきて、なんかやっつけちゃう。それが一番いいよね。何しろこういう場所で中井さんとこうか、そうだったらやられちゃうに決まってんだから、だから自分がまっすぐになっててちょうど何有利な場所っていうのが一番楽な場所、まあ、引きがない場所でどうかなって最初に探してちゃいけないんだけど、まあ探してね、こうなんか弱い人は弱いなりにさ、なんか崩したりいろんなことやって知らないです。ぶつかってやり続けちゃダメですよ。いずれにしてもぶつかる。やり続けたら彼はいろいろ考えて対抗策を講じてくるんだ。どっちが早いですか。なるべく早く頭切り替えて。だからもう時間ないから、じゃあこのいい時間になるから。僕の方もこれ。僕はやられちゃう。全然構わない。だから調子、もう、全然知らねえよ。そこによって、顔してさ、知らねえ、ぶつけないで、なるべくぶつけない。こうやったらやられちゃう。ぶつけない。で、ちょっと逃げてるみたいな。ね、もうやられちゃう。やられちゃうんだよ。ぶつけたらね。ただぶつけないで、先もらって、もう先もらって、先もらって、先に行くさ、先に。そういう話。じゃあ、ちょっと頭使って。ちょっと自由だな。自由でいい。で、ちょっと結構、ちょっと膝を自由にして。ここ足止めてみないとから、こういう形でやってるんだよ。ちょっと膝、この足自由。こうやって座ってるから、みんな行かないよ。ちょっと膝立てて、なんか。自由に。こう来たら、今自由、ね、あとは来たら、ここが自由、もう少し、今もう少し足、ペタッと座ってるね、ちょっと足自由だよって言いながら